バルカンは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造、発売しているオートバイの車種。クルーザータイプのシリーズ車種として、排気量別に開発、生産されている。1984年に発売された、北米仕様のバルカン700は、川崎発の V 型に気筒エンジン搭載の、クルーザーとして登場。 1986年にバルカン750に進化して以来2006年まで続くロングセラーとなった。日本国内においては並列に気筒エンジン搭載のアン4 0 0ツインの名称を変更し同車種の B 型を1990年よりバルカン400の名称で販売したのが初登場となる。ただし同 C 型では 万400へと名称を再変更している。1995年に発売されたバルカンバルカン800では、クラシック、ドリフターなど派生モデルも登場。1990年代から2000年代にかけて、400cc の中型クラスから 2000cc の大型クラスまで幅広いラインナップが揃っていたが、2008年9月の、 平成18年度排出ガス規制教会後も日本国内で販売が継続されているのはバルカン900クラシックの1車種のみである。なお、バルカンシリーズは北米市場及びオーストラリア市場での名称であり、欧州市場では VN シリーズの名称で販売されている。バルカン900クラシックバルカン900クラシックは2007年2月14日に発売された。 使用違いのバルカン900カスタムと同時発売となる。2007年施行の平成19年度、排出ガス規制に対応していなかったことから、2008年9月に2008年モデルの生産が一旦ストップされた。2010年2月1日に環境規制に対応した2010年モデルが発売された。バルカン S バルカン S は、 2016年モデルとして2015年6月15日より日本国内での販売を開始した 400cc クラス 750cc 超クラスバルカン800ドリフター 1000cc 超クラス輸出仕様の存在する全車種を記載しているため国内販売モデルとの重複を含む バルカン700バルカン1600ノマドバルカン1600ミーンストリークバルカン2000輸出仕様の存在する全車種を記載しているため国内販売モデルとの重複を含むありがとうございます。